て言えばアニメ、アニメとかなんかゲームとかなんか触れたものなんかないんですか。だから親がやってるパソコンゲームをやるみたいなことはあった。渋ー。だから古いパソコンゲームの方が分かる。何でした、絶対分かんないよ。分かんない。エイジオブエンパイアって分かんないでしょ。いわゆるリアルタイムストラテジーっていうやつを、あれを小学校ぐらいからずっとやってた。あ、それならじゃあ語れる。それなら語れる。逆に大人になってからの方がゲームやってる。ああ、そう。まだ最近の方がやってる。ああ、なるほど。普段どゲームやるの？全くやらなくて、 DS が今僕現行で生きてて、つまり DS で信長の野望をたまに。マジか。そう、シミュレーションシミュレーションの。そう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 。俺三国志派なんだよ。あ、三国志。光栄さん。光栄、光栄さん。意外な共通点じゃないんだよ。野望か。野望か。ファミコンの三国志はやってました僕。あ、古っ。めちゃくちゃ。ファミコンが残ってる。俺は取る、俺は取る、俺は取る。いけるぞ。地道に国力を上げていくのが楽しい。わかるわかる。国を止まる。いや、性格出るな、これ。そうそうそう。